儀式は防がれ、高間ヶ原への扉は閉じた。だが新たな儀式がすでに他の地で始まっていた。クロードはその地を探すべく出立する。高間ヶ原の神々がクロードに語りかける。今や猛虎兵は我らの力を奪い、神の加護を得てしまっている。悪しき闇の儀式を止め、我らを解き放たない限り対馬を救うことはできぬと。ここでは三つの地で儀式が行われていた。一つは川辺、一つは野営、最後の一つは谷だ。そして神の力は吸い尽くされんとしていた。猛虎を倒すには神にも通じる力を得ねば。一つ目の儀式を止めたが、まだ戦いは始まったばかりだ。
また一つの儀式を止め、また一つの扉を閉じた。だがクロードの役目はまだ済んでいない。最後の儀式を止め、クロードはふーっと安堵の息をついた。しかし神はささやく、さらに強大な敵が残っていると。般若、イオの下司のもと、神をも恐れぬ闇の儀式が行われていたのだ。神々が正しいなどとは思ってはならぬ。我が闇に囚われていた時、神への祈りは聞き届けられず、やがて小さき命が消えた。我は得るべきものを得ているだけ。邪魔立てするでないぞ。イオの儀式の周りを多くの蛮兵が囲っていた。クロードはあやつらすべて倒さねばならぬ。
兵を倒すも、イオの儀式は終わりに差し掛かっている。般若は勝利を信じて疑わなかった。般若はクロード許すまじと竹で狂い、鬼と蛮兵を呼び出した。鬼は全て倒され、儀式は潰され、般若の企ては実を結ばずに終わった。クロードの勝利だ。神々は解き放たれ、常の暮らしが取り戻された。ひとまずは